携帯通信時刻は13時10分となっております。携帯中でお仕事をお知らせいたします。
対外試合ということになりました。まあ、あの練習試合とはいえですね、久々に真っさらなマウンドの上で投げて、どんな気持ちだったでしょうか。まあ、久しぶりに先発をさせてもらって、ちょっとそわそわしたというか、はい、久しぶりだったので、まあ、それでもしっかり初回からゼロで入れたので良かったです。もう一つ変わったことといえば背番号、はい、14番をつけて そのピッチング、マウンドというのはどんな気分で投げたんでしょうか。はい、それを感じるほど余裕がなかったというか、はい、まあ、なんせ背中についてるんで見れないので、帰って映像で見たいと思います。何かこう14番をつけることになって心境の変化とか、はい、その辺は岩里さんご自身どういう感じがしますか。まあ、能見さんのつけていた番号ですので、その番号にふさわしいというか、そういう活躍をしたいと思います。今日のピッチングですけれども、今お話もありました、はい、2回、三振4つ奪ってパーフェクト、ご自身内容を振り返っていかがでしょうか。まあ、ちょっと無駄球というか、はい、そういうのもあったりしたので、まあ、いろんな課題が見つかった登板となったと思います。具体的にはその試したかったこととか、その確認したかったこと、はい、どういった点があったでしょうか。まあ、もうちょっとイニングが伸びてきたりすれば、緩急を使ったり、そういう投球になってくると思うんですけども、まあ、まずは入りとして左バッターをしっかり抑えれたので、次回以降、まあ、右バッターも、抑えるための配球の引き出しというのを、作っていけるようにやっていきたいと思います。ご自身の中でその先発ということにやるにあたって、はい、以前の経験を生かそうとしているのか、それとももう一回フレッシュな気持ちでこう取り組もうとしているのか、その辺はどういうふうに考えて進めていらっしゃいますか。まあ、前回3年前選抜していた時の感覚っていうのはあんまりもうないので、逆に言うとリリーフで培った勝負感だったり、そういう技術っていうのを先発でも活かせたらいいかなと思います。その他このキャンプでは、はい、先発ということを担うにあたってどういう取り組みをされてきているでしょうか。はい、そうです。ここ数年100球超えるブルペンがなかったんですけども、今年は、そういう日を作って投げ込みとか、そういう、球数多く投げてます。2016年には2桁勝利を経験もされていますが、今シーズンそのチームにどういうふうにこう貢献していきたいという気持ちが現時点では終わりですか。まあ、自分自身でこれからどこまで高められるかというところだと思うんですけども、まあ、チームのために貯金ができるような、そういうピッチングをしたいと思います。そのためのこのキャンプ残りの期間の取り組み、意気込みを教えてください。まあ、まだまだ投げ込みだとか、そういう技術練習やることたくさんあるので、一日も無駄にしないようにやっていきたいと思います。